マスディミでーす。はい、皆さん、今日はですね、スプラトゥーンというね、ゲームに出てくる武器を再現してみたいと思いまーす。どんな武器なのかと言いますと、クイックボムって言って、巨大なね、水風船みたいのを相手にぶつけて、相手を攻撃する武器なんですけど、まあね、どうやって作るかって言ったら、まあ簡単です。ででーん。おっきいね、風船買ってきたんですよ。で、これに水をいっぱい入れて、こう、バーンとね、飛ばして割れれば、それはクイックボムだろうな。と思いまして、ちょっとね、どんな威力があるのかとかちょっと見てみたいんで、再現してみたいと思います。まあ、作り方はね、簡単でーす。この水風船の中にですね、このシャワーをぶち込みます。よし、こういう感じかな。はい、こんな感じですね。で、これでシャワーをオンすれば、はい、このように、水風船がどんどん膨らんでいきます。ちなみにこの風船はですね、90センチ風船ですので、かなり大きくなるはずです。まあ、ゲームの中だとね、こんぐらいのサイズなんですよ。かわいい、このサイズ。やばい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 。色つけたりしたらね、もっとリアルになるんですけど、汚れちゃいそうだから、ちょっとさすがにやめておきます。すげえすげえよ、クイックボム。ほら、すごくない？ブインブインっすよ。これブイン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 。まあ、大きくなるにつれて思うんですけど、クイックボムはかなり恐ろしい武器なのかもしれない、これ。これね、かなりね、膨らんできたんですけど、今ね、お湯を入れてるんで、これあったかくて気持ちいいね。風呂を持ち運んでるみたい。ボインボインなんだよ、これ。ボインボイン、ボインボインって気持ちいい。ただね、これすごく重そうです。こんぐらいですよね、ゲームのクイックボムね。これを連発して投げてるわけなんですけど、じゃあ一回お湯を止めて、よっしゃー、うわー、できたクイックボム。こんなにでかいクイックボムできましたけど、めちゃくちゃ重たい。持てないよ、こんなの。やっぱりゲームの世界とリアルをコンボしてはいけない。うわー、ああ、ダメだ、ダメだ、持てない。あ、あ、はあ、はあ、ちょっと無理、マジ。なあ、なあ、なあ、ああ、はあ、水って重たい。はい、ということで、クイックボム作ったんですけど、持ち上げることできないんで、こうなったら、クイックボムで、やられてみたいと思います、僕が。な、な、いいって、重て、重て、うわぁ！あ、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 やばい、やばい、あ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 、うおぉ！やばい、これがゲームのみです。はい、ということでですね、ゲームと同じでクイックボムでやられることができるみたいです。はい、ぜひね、皆さんはこういうことをしないようにご気をつけてください。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスディミでした。バイバーイ。やばい、びしょ濡れだ、吹かなきゃ。マジでやばい、やば、ほらほら、これこれやば、水浸し、やば。